4年ぶりに地元の香川県に正月帰ってました。コロナでずっと帰れてなかったので、2024年は帰れてよかったです。良い天気で最高。高松駅ら辺りは相変わらず開けてますね。このシンボルみたいな顔かわいい。さて、ちょっと歩いていこう。この先を進んでいくと商店街があります。久しぶりに歩くと楽しいわ。さて、着きました。兵庫町商店街。人がおるからちょっと床を映しながら歩きます。一番長い商店街です。大阪の心斎橋より長いはず。ここからがいよいよスタートです。私はヴィトンなんかなかったのに。ロレックスもある。まさかのティファニーまで。綺麗になったものやな。けどそれも良い。商店街を抜けると昔に天満屋だった場所に出てきます。さて、今から友達のいる高松駅に戻ります。またゴールデンウィークかお盆休みに行きます。見てくださりありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。